はい、業数に来ています本場タイの味万能調味料、これを買います。手羽元が売り切れだったんで、せせり買います。はい、ではですね、キッチンペーパーで水分取ったりとかしないですもん。ジップロックに全言撤回。はい、せせり少し軟骨があるんで、人様にお出しするのであれば、キッチンバサミ使って取る、掃除するんですけども、もうどうせ私が食べるんで、キッチンペーパーで一回だけ、水分取って、これをジップロックに放り込みます。まあね。自分で食べるからですよ。人様にお出しするときはちゃんと掃除しますよ。でですね、これですね、今業スーで買ってきました。ジップロックの中で広がるんで、そんなたくさん入れんでも1、2の3、あかん、1、2の3、ダメだ、よいしょ。はい、これを大盛りいっぱい、このジップロックでな、うわー袋についた、やべえ、中で広がるんでね、だからまあこのスープもうね、これニンニク強烈なんですよ、指についたのを舐めてしまった、どえらいことをしてしまった。なんだか下手くそでしたけども、まあいいや。これをまあ軽く揉み込んで、一晩寝かします。はい、それでは、せせり焼いていきます。まあ、ちょっとぐらい油垂らしましょうかね。ごま油使います。よいしょ。これはもうおなじみですよね。アサヒスーパードライ生ジョッキ缶。で、3月5日、本日発売ですかね。食祭。では、アサヒスーパードライを、まずいただきましょうか。垂直までちゃんと上げて、で、引く。発売当初は、売り切れだったんですけど、もう今、おっと、もう危ない。もう今は普通に買えますよね、これ。もうそろそろいけっかな。もうちょっとかな、いいかな。まあこんだけあるんで焼きながら様子見ましょうか。まあ鶏ももとか、あと手羽元なんかでこれ作るとこう食らいつく感がめっちゃうまいですよね。今日はせせりで作ってます。もうこれの香りがとんでもないんですよね。ニンニクをそのまんまかじるよりもきっと
きついニンニク、濃縮されている。よいしょ。なんかレタスは見切り品であったんで、もう一回裏返そうかな。これ凶悪にうまいんですよ。はい、いただきます。そらこれはビール合いますよね。今回おしゃれぶってレタスの上で食べてますけど、ご飯の上に乗っけたりしてもいいと思います。まあ、やっぱりちょっと筋は軟骨は取ればよかったかな。まだちょっと残しといて、今回はこれですよ。主目的はこれですよ。来た。OK。苦味が違う。ちょっとエール酒のような香りがする。でも苦味もしっかりある。エール酒みたいな香りがするから外国っぽい味かなと思ったんですけど、こう口の中に残る苦味が日本のビール。朝日スーパードライに対して失礼かもしれないですけど、エビスビールとかそういう苦味を感じる。うん、あ、美味しい。これは食材はちょっと高いビールでしたけど、クラフトビール4種の見比べセットみたいなんがあって、あ、これが一番美味しいねって言いそう。もちろんこの用意したニンニクの、ニンニクのじゃないや、
このタイのせせりはその ビールのあてとして用意したんですけれども、これはなんか スモークチーズとまあキャンディーチーズとこれだけこの苦味がしっかりと力強いと他のものも合いそう。そのウイスキーとかワインのあてなんかも似合いそう。うん、とりあえず第一陣を食べ終えまして、あ、失敗。これは違うな。高いお金を出して買う価値あるわ、食材。これはあの家飲みで贅沢な一品としてありな気がする。ねえ、うん。ビールのあてよりも、ワインのあて、例えばナッツ系とか、あるけどな。業スーで買った冷凍の枝豆です、今からですけど解凍します。あれまあビール2缶飲んでこの後他のお酒飲もうかなと思ってたんですけれども、どうしよっかな。この食材の力強さはまずはビールの先がある。はい、凶悪。もうちょっとなんか当て用意してもよかったかな。あ、食材美味しい。香り高い。誤解を恐れずに言うならば、ドライフルーツのオレンジの皮みたいな。はい、ではでは食
食材、この高級感が見かけ倒しじゃないっていうのがよく分かりました。ではでは。